エメリード・ドレイフス型筋ジ,ジストロフィーは骨格筋など運動に用いられる筋肉が主に影響を受ける疾患であり、心筋も影響を受ける。疾患の名称はアラン・エメリーとフリッツ・イード・ライフスに由来する。エドムドの症状は10代に始まり、つま先歩き、脊椎強直、顔面の筋力低下、手の筋力低下、硬体の肥大が見られる。他の兆候。 症状としては次のようなものがある。エレメナタンパク質、エムドタンパク質、エムド、エレメナや他のいくつかの遺伝子の変異は様々なタイプのエドムドを引き起こす。エムドとエレメナ遺伝子は細胞内で核を囲む核膜の構成要素となるタンパク質を高度している。核膜は核内外への分子の移動を調節している。エドムドの診断は単一遺伝子検査、または ゲノム検査によって確定され、臨床的には次の試験、手法で診断される。エドムドは遺伝形式によって次のように分類される。エドムドの治療はいくつかの方法で行われるが、疾患の進行に伴う二次性合併症を考慮する必要があり、ある時点で心臓除細動器が必要になる場合がある。他の治療法としては次のようなものがある。ACE 阻害薬。 ありがとうございます。